藤枝市岡部町の殿地区では今年もコスモスが見ごろを迎え、見物に訪れた人たちでにぎわいを見せています。この地区では2003年より地域活性化を目的に地元住民グループが休耕田を利用しコスモスを栽培しています。今年は8月に広さ3ヘクタールの休耕田に種をまき、ようやく花を咲かせました。コスモス畑にはピンクや白の可憐な花が咲き誇り、訪れた人たちの心を和ませています。2010年には静岡県景観賞を受賞している殿地区のコスモス、会場では切り花体験なども楽しめます。今年は開花が遅く、来月初旬までは花が楽しめるということです。